作戦はこうだ。去年ターゲットの捜索中にエージェント T が捕まり、プラン B に移るつもりが誰かさんのせいで台無しになった。挽回したじゃないですか。だから今日はエージェント Y に代わってエージェント J が突入する。え、これルーキーっすよ、バカですよ。黙れ。お前は一回外から見て学べ。そのエージェント J って使えなさそうなやつだけどいいの？お前だよ。僕か。だったら任せて Y。 僕ポケットにたくさん道具入れてるから。ほら、ドンキ。ドンキって言うな。 J、 エージェント T は2階の地域環境室に監禁されている。警備員に捕まらないよう侵入するんだ。任せて、これでイチコロだよ。行ってきます、カンク。頼りにしてるぞ。捕まったっぽいです。だろうな。紙ストロー、溶け、ビート板、レーザーだけ見えないメガネ、見えなきゃ怖くない、食パンの袋止めるやつ、な、君の人生も閉じちゃうぜ、妖怪ウォッチ、今の状況は一大事、いや分かる、全て避けるマン、手を避けないで、梅干し、酸っぱ、塩が足りないね、爆弾付きブーメラン、避けた、グリーンバック、手が浮いてるぞ、南京錠だけ開けるマスターキー、50-50ならば、透過しすぎるメガネ、満月だ、手、誰だ、時が止まる時計、食パンの袋を閉じるやつ、閉じるかどうかは俺が決める、お菓子を無音で食べれる機械、うめえ、誰だ、あ、防犯ブザー、侵入者いたか、何いたか、そりゃ増えるよな、ゲーミング防犯ブザー、防犯カラーボール、こいつです、貴様、待て待て待て、食パンの袋を閉じるやつ、あっち行ったぞ、閉じるだけかと思ったか、その間違った価値観の書かれた辞書閉じてやる、足音をかき消す乙姫、谷沢まだトイレなんか踏ん張ってんな、視力検査の表、俺 C 恐怖症なんだよね、こしあんを粒あんに変える光線銃、俺は集合体恐怖症なんだよな、月、めっちゃ綺麗でしょ、猫語翻訳アプリ、奴らの秘密を言うんだ、いや、言葉を全てマイナスに変える盗聴器、あのシルクハットの似合わなさそうな侵入者を見失ったぞ、かっこよく見えるシルクハット、これでもか、何が、ピストル型口、手を挙げろ、似合ってるぜ、あれだ、エージェント T と J が捕まっている場所は、しかし警備が、オレンジジュース飲んだ後に歯磨きしてやったぜ、強い、こんなこともあろうかと、これを、これをケビンへ、ええもん食べらした、オレンジジュース飲んでますか、ケビンが家を出て行ってからもう4、5時間もするけど、踏んでも昨日のように感じます、夕なべ働きすぎて倒れないように気をつけてね、今度歯磨き粉を送ります、おっかはんより、その心を消して閉じるんじゃねえぞ。あいつらは？あ。